あたり根性座ってるね。おかげで警戒しちゃったよ。かかってこないのか。私は満身創痍、鍵は開いているぞ。この状況でかかっていくわけないじゃん。今守ってくれる人はいないんだもん。ここに奈々ちゃんを閉じ込めてさ、また夜を待つのが確実じゃない？脱出に役立ちそうな工具とか全部外にあるよ。小屋を補強しようと頑張ったんだろうけど、裏目に出ちゃったね。帰ってお風呂入って学校行こうっと。くそー！どういうことなのよ。もしかして心を読めるとか嘘で、何か別の能力を持ってるのかな。どう思う、シンジ？殺してやる。私は悪くない。奈々ちゃんが私を殺そうって言うなら、シンジとの仲を引き裂こうって言うなら。いい朝ですね、優香ちゃん。